どうも、料理のお姉さん、リュウジです。今回はですね、マジで爆速にできるですね、夏向けのですね、豆腐ラー油丼というですね、ちょっと変わった丼を紹介したいと思います。では、早速作っていきましょう。まず、絹豆腐。まあ、これ、木綿でもいいです。木綿は、結構、食感が、残るので、木綿の方が好きという方もいるんですけども、どっちでもいいです。はい、白だしですね。小さじ1入れます。そしたらスプーンでぐしゃぐしゃに混ぜます。泡立て器とかあったら泡立て器とかでもいい。今日はスプーンでやります。はい、これぐらい混ざりましたらご飯ですねかけていきます。こんな感じですね。で、真ん中に少しくぼみを、残しておきますね。くぼみを作っておきます。ここに、卵黄を落としまして、セブンの小ネギです。冷凍庫に、これもすごい便利なので、こいつをパラパラと散らしていきます。で、そうしましたら、ラー油をですね、まあ、僕は結構たっぷりめに、かけちゃいますね。ラー油豆腐丼の完成です。はい、ということで、できましたので食べます。いただきます。僕は最初からクライマックスなので、黄身から黄身を潰して、このトロトロな部分を食べます。うまっ。うまっ。お豆腐がですね、今回金豆腐使ったんで結構滑らかな食感なんですけども、白だしのうまみとですね、ラー油の香りと辛みが見事にマッチしてますね。はい、でね、まあ作り方見てたと思うんですけど、めちゃめちゃ簡単です、火すらいらない。はい、もうちょっと味が欲しいって方は塩少し振ってもいいですね。はい、僕はこれぐらいでも全然平気です。美味しいです。あとはご飯にのっけないで、ね、そのまま、まあ、ユッケみたいな感じでね、召し上がっていただいても、とても美味しいですね。その際はなんかお野菜とか、茹でたもやしとかにのせていただいても美味しいと思います。とにかくですね、超簡単で、やっぱりお豆腐使ってるので、丼物にしてはかなりヘルシー、あとはすごく安いですね。はい、なので、安くタンパク質も、取れるので、ぜひ皆さん作ってみてください。それではですね、今回の料理美味しそうだなと思った方、または作ってみたいなって思った方はですね、チャンネル登録および、高評価よろしくお願いいたします。